ご挨拶されていらっしゃる方がいらっしゃいますね。皆さんこんばんは、お久しぶりです。前回ちょっとね、僕ハマスタに現地で見に行って、ちょっと興奮冷めやらぬ中でライブをすっかりちょっと忘れてたっていうことで、一回飛ばしてちょっといらっしゃってます。すいません、よろしくお願いします。すごい、来る前からコメントはすごいですね。喉やられちゃって、僕暑くて、家の冷房をね、除湿にしてたんで喉カラッカラになっちゃって、さあ、コメントまず最初に読んでいきたいなと思います。よろしくお願いします。その後にちょっとトレードの話したいなって、これは結構ガチの話あるんで、あるんでね。あ、すいません。いちごミルクさん出席ボタンを押しました。ありがとうございます。皆さん出席ボタンよろしくお願いしますね、本当に。おお、皆さんこんばんは、小林さん。そう、小林さん出席取りますということで、ありがとうございます。皆さん本当に押してくれてありがとうございます。もう11人の方を押してくださってますね。うわ、むせまくり。小林さん、小太郎さん、こんばんはということで、皆さん仲良くなってきてるんじゃないですか、そろそろ。ありがとうございます。小林さん、二つ間さんのコアのチャンネル名早速可愛いですね。そうなんです、やっと変えさせてもらいました。ダイヤ三つ間のストロベリーチャンネルということで、新規店やっていきたいなと思います。よろしくお願いします。カリンククラブさん、こんばんは、今日よろしくお願いします。アルゴリズムさん、こんばんは、お久しぶりですということで、ぜひぜひ毎回アルゴリズムさんよろしくお願いします。小林さん、カリンクラブさん、こんばんはですということで、ハヤトさんもこんばんは。ハヤトさん最近結構ね来てらっしゃいますね、ありがとうございます。小林さん、こんばんはということで、わ、皆さんすごいいいですね。なんか掲示板みたいになってますね。なんか掲示板って皆さん懐かしくないですか。昔流行りましたよね、2チャンネルとかじゃなくて掲示板みたいなね。小林さん、うちの娘が出席いいんですねということで、いちごミルクさんですよね、ありがとうございます。いつも親子で本当に、皆さんこんばんは、こんばんは、こんばんはってね、ちょっとこんばんはの挨拶はね省略させてもらいますね。僕も何回こんばんはって言えばいいか分かんなくなっちゃうんでね。最近個人的なコメントは、挨拶を仕切ってる方増えてきて、正直コメント自身は別でやってほしいです。いや、でもいいんじゃないですかね、挨拶だったりこんばんはとかね、あのグッドボタンお願いしますとかね、出席ボタンお願いしますっていうことで、僕はねものすごく嬉しいですよね。皆さんいろいろ注目していただいてるので、僕はね皆さんの輪をねくっつける役をねそろそろしたいなと思うんでね、それこそね以前ねどなたか提案してくださった草むしりオフ会とか、そろそろねあのね三つ間のオフ会ね考えてるんですよね。実際に会うのってどんなのと思うかもしれないですけども、今後ねこういう SNS とか YouTube だけでは喋れないような個人的なこのね三つ間農園の進展具合とか農地についてとか、いろいろね皆さんを招待してね、もしなんかお茶なんかできたらね、喋ったり話したりっていうね近況報告もしたいなと思ってるんですよ。なので僕がね皆さんの輪をねつなげますんで、ミミさん待っててください、安心してください。ハヤトさん、こんばんは。佐藤さん、こんばんは。あ、ポメヤマさん、ストロベリーチャンネルになってるって、そうなんですよ、変えたんですよ。ね、動画出してすぐタイトル変えるのもどうなのかなと思っててね、動画見られる 前の方がね、あ、チャンネル変わってんだって押そうとしたら、あれもう変わってるってね思っちゃうので、ちょっとね、時差を置いてね変えさせてもらいました。二つ間さん、本当にありがとうございます。二つ間さん、今日来てないですね、困っちゃうな、ちょっと話そうと思ったんですけどね。富山さんもいつもね、何でしょう、ツイッターのスペースも来ていただいてありがとうございます。佐藤さん、一応メルさん、こんばんはということで、先日はお話ありがとうということですね。いいですね、交流が深まってものすごく僕嬉しいです。富山さん、ハマスお疲れ様でしたということで、はい、
行ってきました。すごいそのね感想も述べたいなと、皆さんとね話し合いたいなと、現地の話も。ミキさん喉お大事にありがとうございます。ちょっとね暑いからねクーラーかけすぎちゃうんですよね、僕暑がりなんでね。いちごミルクさんもハマスと行ったんですか。こんばんは。ヤフーの記事見ました。え、僕ヤフーで出てましたっけ、なんか出てた。なんか最近あのね、ニュース記事取り上げていただけるのはありがたいですけども、結構な頻度で取り上げられてるので見落としちゃってるかもしれないですね。ポイムさん、ダイダー水間 T シャツを届きました、ありがとうございます。夏にね、ぜひぴったりなんで、今日はね、新規ってね、赤でね初心に戻ってね、参加してみたんですけども、青もね、ビジター来てったんですけど最高でしたね。ハヤトさん、京田さん二軍落ちはなぜですか。あー、それもね、後々話したいなと思ってるんでね、ハヤトさん、ちょっと最後まで見てくださいね。ビビンさん、こんばんは、お大事なさってください、ありがとうございます。皆さんもね、クーラー気をつけてくださいね。はい、さやかさんも、辻さんも、くまさんもね、マッキーさんもこんばんはということで、皆さんもエアコン気をつけてくださいね、体調とか。アルゴリズムさん、大丈夫ですかってことで、そうなんですよね、除湿するとね、湿度取れるんですけど、乾燥しちゃってね、喉がね、カサカサになっちゃうんですよね。久米さん、ここで皆さんと挨拶したりコメントし合うことは素敵なことですよってことで、そうですよね、それでね、ここでコミュニケーション取れて、じゃあ現にね、お互いのこのツイッターのアカウントでやり取りっていうのもね、出てきたらいいなと思いますしね、インスタとかね、僕を覗いてのね、交流もできたらね、すごいいいですよね。辻さん、お久しぶりです。あ、本当お久しぶりですね。めぐみさん、こんばんは。ゆうすけさん、大体三つ町です、届きました、ありがとうございます、お待たせいたしました。めぐみさん、昨日現地来ていこうと思っていました、 TS も届かないです、すいません。やっぱちょっとタイムラグがあるかなと思うんですけども、ちょっとやっぱりね注文と入金でも入金順なので、発送もね、やっぱりちょっとねラグがあるんですよね、すいません。皆さん、トレードって前向きですよね。いや、めっちゃ前向きっすよ、トレードって。それについて話したいんですよ。例えば、巨人の山本選手も阪神行って、もう一花咲かせてます。そうですよね。それ、羨ましいっすよ。いちごミルクさん、わー、めっちゃ嬉しいってことで。いえいえいえ。実はトレードでドラゴンに来た、俊太。あ、僕と、そうですね、群馬県で、同級生で、ちょっとね、親しい仲ではある。親しい仲って言ってもどうなんでしょうね。地元が一緒とかじゃないんですけど。やっぱり同郷ということで、野球教室も一緒だったんでね、よく話してました。二妻さん、今来ましたって言って、あ、二妻さん遅刻です、あれですよ、10時半ですよ、よろしくお願いしますね。めぐみさん、二妻さん、そして本当にありがとうございます、チャンネル名変えさせてもらいました。めぐみさん、農園記事じゃないですか。農園のどういう記事だろう、東海テレビのやつですかね。ちゃんとろさん、久しぶりに参加できました、ありがとうございます。お忙しい中ありがとうございます、本当に。ハヤトさん、7月21日に名古屋来るんですよねってことで、7月の20日か、いや、25だと思うんですよね、25の月曜日、若狭さんとね、CBC のね、ちょっとね、企画にお呼ばれしていただきまして、名古屋に行かせていただきます。皆さん、お久しぶりですね。振りではないですけど、出待ちとかやめてくださいね。豊沢さん、チャンネル名いいですね、ということでありがとうございます、選ばさせてもらいました。小林さん、7日、娘がハマスタに行き、三つ間くんを双眼鏡で見つけたようでしたが、マジっすか、見つけたんすか、すげえ。そうです、内野席だったんですよね、はい、すげえ、あんな人数いて、ハマスタめちゃめちゃね、綺麗で、見ててめっちゃ楽しかったです、僕久々に野球楽しめたなって感じですね。トヨタママさん、昨日、ダイダーミサ T シャツを着てバンテリー行ってきました。おぉ、青も楽しみです。2つ買ってもらったんですかね、赤と青と。ありがとうございます。なんか結構ね、久々に赤着ましたけど、赤もやっぱいいな。ね、秋口とか冬口も全然いいですね。ジュリアさん、まだ始まっていましたねってことで、あ、今入ってくださったんですね。いらっしゃいませ。燃え空フリードッグさん、ダイダーミサ T シャツ。三つ葉の日に届きました。7日に届いたんですね。ありがとうございます。MVP さん。俊太さん、折り時代から応援してたもう一花。いや、俊太いけると思うんですよね。エヴァンゲリオンでしょうか。ミキさん、すぐ活躍して。いやー、速攻でしたね。僕も LINE したんですよね。石岡に対して。
よかったなって話して、で、頑張るわって言ったら次の日にヒーローになってたんで、おいおいな、どんだけ早いんって LINE しましたけど。はい。そうですね、あとは、吉永さん、こんばんは。プロ野球選手の熱中症対策ってどんなことやってますか？キャッチャーまた防具をつけてるのいろいろ大変。キャッチャーのことめっちゃ暑いですよ。あとベンチで、氷の氷で頭に冷やすとか、ほんと着替えをこまめにやらないと、汗かいたアンダーシャツね、こういうやつがピターってくっついちゃうと皮膚呼吸できなくなっちゃうんで、それで熱こもっちゃうんで、こまめに、先発ピッチャーなんか毎回ベンチ帰ってくるたびにね、アンダーシャツ、ユニフォーム着替えてます。キャッチャーさん、昨日、神戸にオリックス見に行った。え、マジっすか？石岡見れたんじゃないですか。しかもヒーローインタビュー見たってことで、石岡ヒーローインタビュー初めてじゃないですか。マジ持ってんなってか流れがいいっすね。あいつだってね、3割ドラゴンズの1軍でね、3割以上残しておいて2軍落ちして、絶好調だ今シーズンって言ってる時にね、欲しいって言われていったわけですからね、チャンス掴み取れよと思ったんですけど、掴み取りましたね。マジでポミオさん出待ちっていうことでまあ嘘です、冗談ですカリンクラブさん、地元にドラゴンズファンがいないので、いや、まあね、地域にもよりますよね。水野さんと一緒にコメントが交わせるのが嬉しいです。そうですよ、この僕のね、YouTube ライブでぜひ皆さんと情報交換してくださいよ。6日ドラハマってきたのでニアミスでした。まあ皆さん、実は僕6日も行ってたんですよ、実は2日連チャンね、なんで6日あんま発信しなかったかというので、6日はね、家族と行ってたんですよね、奥さんと息子とということだったんで、あんまりね、家族でいるときはなんて言ったらいいんですかね、プライベートな時間だったんで、それこそ息子がね、ペンライトとかめちゃめちゃね好きで、応援とかも好きだったんで、あんまり発信はね、控えめにして、家族の方にね、ちょっとね、家族サービスの方を専念させてもらいました。小林さん、こんばんは。ってことで、林さん、石岡さん、ラオウ選手仲良さそうです。あのね、石岡ね、オリックスの若手の選手と仲いいんですよ。なんでかっていうと、僕と石岡同期なんですけど、1年目終わりぐらいかな、台湾ってあるじゃないですか、若手が行く。あれでね、結構ね、今オリックスの主役の選手たちと仲良くなったらしいですよ。1年目だけど、石岡2年目に行ったのか。宗なんかも多分一緒だと思うんですよね。今主力級ですよね。あれ、なんでしょう、吉田正尚なんかも球行ってなかったですか、確か1年目、2年目。それでなんか被ってんのかなと思ったんですけどね、一生かね。ミキさん、ハマスタイン三つ葉 T シャツを名古屋から着ていきました。マジっすか、ありがとうございます。一緒の日だったんじゃないですかね。市村さん、2日間行ってやるってことで。おお。僕、外野席ね、7日の時ね、行ったんですよ、試合開始前。で、なんで行ったかっていうと、大塚投手コーチがいるんです。大塚さん、僕ね、ずっとね、まあ、かぶっていたんですけどね、日本にいなくて、全然ね、引退しましたって挨拶できなくて。で、1年目めちゃめちゃ僕お世話になったんで、大塚さんに。で、大塚さんもね、独立リーグからね、独立リーグ体験されてる方なんで、本当に、ね、相談乗ってもらってたんで、レフトスタンド行って、ちょうどね、高橋宏斗がキャッチボールしたんで、それをね、大塚さん見てたんで、大塚さんって言って。三つ葉ですって言ったら、おー、三つ葉お前何してんだって、いや、僕今、神奈川住んでんですよって言ったら、え、あ、そっか、なんかイチゴやるって言ってたな、みたいな。で、いや、イチゴやる、はい、やるんですって話して、おー、三つ葉お前、YouTube やってんなって言って、いや、恥ずかしいんでやめてください、みたいな言ったら、おい、見てるぞって言って、なんか、一丁前のコメントしてんなって言われたんで、ちなみに皆さん、多分、大塚さん見てるかもしれないですよ。すいません、ちょっとだけちょっと偉そうなこと言わせてもらってますって言って、なんで、皆さんこうコメントしてますけど、もしかしたらこうコーチが見てるかもしれないですよ。ドキッなんてね。トヨタさん、トレードによってオリックスがミックスされるドラゴンズなのか、パリーグとドラフト1位選手揃えますかね。ドラフト1位、結構ね、オリックスとドラゴンズ多いですよね、つながりありますよね。みぐさん、京田君落ちましたが、リュウク上がりますかね。なんで京田落ちたかはね、また言わなきゃいけないですけどね。誰が上がるんだろう、ショートできる人いなくないですか。てか、直道さんが上がるのかなと思ったんですよね、僕ね。みぐみさんどうですか、それ。リュウクか。僕、直道さんが熱いかなと思うんですけどね。猫みさん、同じ日にハマっていました。お、すごいですね。ギリについて外野寄りの内容だったのに探せなかった。ちょっとです。
そうなんですよね。松永さん、こんばんは、遅れましたということで、ちょうどですね、10時半からですよ、松永さん。小林さん、ヤクルトすごいですね。松葉さんも、松さんもそうですね。でもね、なんか最近感染力強いらしいですね。新しいとこ、オミクロンか。また流行ってるらしいですね。さやかさん、春太の応援かっこいいので、へぇ、それはちょっと知らないんで、ちょっと聞いてみたいですね、後で。マッキーさん、ドアの熱中症対策は。ドアめっちゃ暑いですよね。小林さん、オリックス選手で仲良くなったよね。すごい。まあ、石岡もともと関西人ですからね。やっぱそれ地元なんでね、嬉しいし、ね、人から的にね、絡みやすいじゃないですか。ひろきさん、あ、水原さん、はじめましてのチャットです。緊張しますか？よろしくお願いします。いえ、とんでもないです。皆さん、すごい優しい方なんで、皆さんにね、どんどん質問してもいいですし、僕にも質問してもいいですし、今後ともぜひ見に来てください。ポミオさん、ってことで、もう一回言ってたんですよ、僕。一応、皆さん、ブルーライト、そう、めっちゃ綺麗だったんですよ。子供で大好きだよね、わー、キラキラだーとか言って、こうやってずっとやってたんでね、家帰ってもペンライトやってましたね。未来さんかな？お疲れ様、こんな形ですが、あ、北島じゃん。びっくり。北島は音沙汰なさすぎて、ちょっと何らかの形で、ちょっと連絡してきたよ。ね。神奈川はいるのかな？まだ。ね。いや、このね、未来ね、あれなんですよ。北島っていうのは僕の県大の時の同級生なんですよね。燃えドラフリートーク。エヴァとラゴン。間違いない。間違いないです。ナイスコメント。エヴァとラオウ、面白いですね。どんなチームだって、いや、めっちゃ盛り上がるじゃないですか。オリックスね、明るいからな。いいっすよね。ハヤトさん、月曜と木曜、水野さんの YouTube 見てると、なんだか1週間早い気がします。ありがとうございます。なんかもう、月曜と木曜がね、定番出てくるといいっすよね。二つ間さん、もう3年ぐらい現地行けてない。マジっすか？二つ間さん、現地行けてないの？まあ、その代わりね、僕のチャンネル名でね、どんどんね、二つ間さんの名前上げていくんで、よろしくお願いします。小林さん、YouTuber、やっぱり、あれですかね、6日行ったことですかね。パミさん、6日 YouTube 撮影されてた。あ、ウィング席、あそこか、ウィング席って外野のかな。パミさん、直美さんに上がってほしいってことで。僕ね、直美さんの予想するんですけどね、リュウクはまだ試合経験っていうところで、一軍で、ね、サブでずっとベンチいるよりかは、ファームでね、試合経験積んだ方がね、リュウクのためかなと思いますね。ミケさん、アマッサのウィング席階段で行ったらバトバシ、あれめっちゃ急っすね。僕も登ったんですけど。次さん、そもそもなぜドラゴンズは外野を取ったのですか？外野方法は状態です。まあね、言わせてもらったらそれ間違いないですよね。大島さん、岡林、鵜飼君、福本もそうじゃないですか。福本ね。で、まあ、ネオンもいたけど、ネオンも違うのか。あと加藤さんとかね。どうなんでしょう。どういう選手が欲しかったのかな。足速い選手が欲しかったのか。本当に肩強い選手が欲しかったのか。岡林もめっちゃ肩いいですけどね。だって153キロ投げるんですよ。みぐみさん、龍香はまだ肩弱い気がするので。直道さんありですね。とか。今年干されすぎてたのどうです。いやー、どうなんでしょう。ここだけの話です。あんまり大きな声で言えないですけど。直道さんって、辰波さんの現役の時とかぶってますか？なんかそれ分かってる方いたら、多分かぶってんじゃないですかね。っていうちょっとやっぱりかぶっているからこそ強く当たってしまうよう な感じあるんじゃないですかね。なんか分かります？親心というか、なんていうか。小林さん、昔からオリックスとトレード多いな。でも多いっすね、本当に。佐藤さん、奈緒さん、こんばんは、ということでね。はい。佐藤さん、実は常連さんの中に大塚さんがいるかもしれない。もしかしているかもしれないですよ。名前がね、誰だか分かんないですけど。松永さん、中日と西武の関わりも多いです。ああ、間違いない。辻さんもそうですしね。あとは小川さんとかね、龍也さんとか、久保さん、バイクの音が。あ、バイク今日来てます？もういつも過ぎて分かんない。佐藤さん、改めてこんばんはってことで、今から参加します。よろしくお願いします。ミキさん、今日機械的に乗ってついてみましたが、機械に落ちたついてみました。感想はどうですか？
ああ、あれは運搬車って言って、重たいね、農機具を運ぶんですけど、僕は今日、イチゴの降雪って言って、台を高くしたかったんで、めっちゃ重たいんですよ、鉄で。お花屋さんにある、台なんですけど、それを運んで、トラックにね、荷物車にね。で、運んでたんですよね。暑すぎて、今日短パンで授業受けました。いや、もう、蚊に食われまくって最悪でした。次から長ズボンに行きます。トヨタさん、コーチや選手を見てるとコメントするのもドキドキですね。間違いないですね。間違いない。僕もドキドキです。でもいろんな人が見てて嬉しいですよね。うん。選手見てたりね、コーチ見てるなんて僕思わなかったからな。お、未来。いちご。農園楽しみしてオープンしたら、ちゃんと挨拶行くね。あ、頼むわ。ぜひ来てくれ。DJ コレクター、こんばんは。一緒か。一席おめでとうございますことで、 DJ さんは平田さんのファンなんです。平田さん褒められてましたね。調子いいんじゃないですかね。あ、というか外野平田さんもいるじゃないですか。だから確かに外野めっちゃ多いな。ねえ、質問です。試合開始前、スタンドのファインがサイン要求されたことありますか？ありますよ。僕ピッチャー練習終わってよく甲子園とかね、ハマスとかで言われますけど、僕はね結構やってましたね。でもね、結構ね、試合前って時間ないんですよ。もう僕だったら試合開始前からブルペンになきゃいけないんで、美術屋だとね、もう4時半とかになるとシャワー浴びて、夜飯食べて、落ち着いて、もう5時半にはもうブルペン行かなきゃいけないんで、サイン書いてると、あと1時間しかないうちにシャワー浴びてご飯食べて、スパイク磨いたり、道具磨いたりってしなきゃいけないんで、皆さんあれね、気悪くされたらね、ほんとね、食い違いなんで申し訳ないですけど、選手ね、美術屋めっちゃ忙しいんですよ。野手の人もなんかもう夜ご飯とかもう座って食べれなくて、もう着替えながら立ちながらもうおにぎり食べたりね、いろいろお肉食べたりってやってるんで、ほんと時間なくてなかなかねサインできないの申し訳ございません。本当に。以上、ミルクさん、ハマスで筋肉痛を思い出したことから運動大事だと思いました。あの階段強烈ですからね。カニクラブさん、オールスターの仕方当たった。うわ、すげえ。しかも地元なんですね、カニクラブさんね。ハルさん、木下選手ファン投票でもね、ああ間違いない。キノタクね、注目してみてきます。 LINE も打ってきます。おめでとうございます。みさん、こんばんは。遅くなりましたということで、はい、10時半からです。よろしくお願いします。 DJ さん、足早いというか高松。ああ、間違いない。大島さんは怪しい。まあ、怪我しましたからね。っていうところで、足早い選手、もう一人欲しかったのかな。 松田さん、そのウィング席、場所によってはボールを見る角度とかグラウンド見え方怖いですよね。間違いない。こんなんでしょ。急っすよね。薩摩さん、OB のどなたか三角トレード説を提唱なさってました。だからもう一回あるかなって感じですかね。それについてもちょっと話しました。なかなかね、ちょっとコメントが読み終わらなくて、一回でも区切らないとね、喋れなくなっちゃうんで。DJ さん、直道さん、ね、どこでも守れる。間違いないですよ。ユーティリティにも、心強すぎるユーティリティですよね、直道さんってね。守備めっちゃうまいし、バッティングもいいしね。小林さん、お友達、北島さん。そうなんです。北島高校の同級生です。同じピッチャーでね、エースでしたよ。背番号1番。僕は背番号12番。僕はもうね、夏の大会出場ゼロ。北島めっちゃ頑張って投げてね、ベスト4までね、行ってくれましたね。DJ コレクター、なんか平田選手トレードされそうな気がする。わあ、ちょっとね、それも話したいな。豊田さん、岡林選手はセカンドの練習などやってみるのですが、こう、岡林でも来年ですかね。うん。ひろきさん、今年のオールスターファン投票で、キムタク、ビシエド、監督推薦。あー、監督推薦ね。岡林。岡林か。監督をしてる選手でしょ。岡林じゃないですか。小山さん、辰巳さんと奈美さん被ってます。あ、被ってんすか。ちょっとなんかそこのね、いろいろな感情があったりするかもしれないですね。隼人さん、私は大塚コーチありません。DJ さん、水野さん、中日戦の解説やってみてください。僕がね、解説したらね、ちょっとね、普通の人がね、喋れないようなね、ところまでちょっと掘り下げちゃうのでね、ちょっとね、いいか悪いか。ちょっとプライベート情報とか言っちゃうかもしれないんでね。ミキさん、トレードって本人以外どんなタイミングするんですか？わあ、加藤はいたんです、キャッチャーの。あいつがね、トレードの時は僕は次の
朝普通におはようおはようって言ったらスーツ着て、おどうしたって言って、いやトレードになったわっていう感じでした。ジョミルさんツイッターの写真かっこよかった。ちょっとね笑いも含めながらって感じで、小林さん熱中症対策してくださいね。ありがとうございます。アルゴリズムさん、家庭菜園で一応やってみようと思いますね。一応の YouTube、 あ、ね、それなんですけども、三つ間の、ね、アカウント作ろうかなと思って、インスタでね、今までやってきた僕はね、名古屋にいるマンションの時からやってきたのを全てちょっとね、ずらーっとね、一から投稿してね、アカウント作り上げて、三つ間の親アカウント作りたいと思うんで、まだ作ってないですよ。作り終わったら皆さんに告知するので、ぜひフォローしてくださいね。で、拡散もお願いしますね。で、そこで、家庭菜園のね、YouTube とかもね、YouTube もそうですし、インスタもやりたいなと思います。だから家庭菜園で一応やるんであれば、この時期に買ってください、この品種おすすめですとかっていうのもね、YouTube やりたいなと思います。めぐみさん、昨日ドームグロンできました。あー、なんか入れたみたいですね、なんかボールがあったりね。ひみさん、今トレーニング、ドラゴンでトレードするのは、例えば誰が欲しいですかね。相手ですか。僕はちょっと話したんですけど、 DeNA の細川、右のパンチのあるバッターなんでね、いいかなと思うんですよね。であとは西武にいる渡辺くん、わかります、ちょっとおかりくん2世って言われてる、あの子なんかね、パンチ強いしね、欲しいかなと思うんですよね。足速い選手なんてドラゴンズいっぱいいるんで、足遅くていいんで、長打打てる選手、ホームラン打てる選手っていうことでね、西武の渡辺くんいいかなと思うんですね。渡辺くんって読むのかな、あれは。DJ さん、今中日いる大西コーチが少しやばいらしい。巨人時代の安倍さんの内野安打のはずがあると、それで退場ん、なんかちょっと揉めたんですかね。スーさん、初めてライブに来たってことで、ありがとうございます。これからもね、どん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 来てください。僕全部コメント返すタイプのね、ライブなんでね、なかなか本題に入れないですけど。一回に区切りつけてね、入らないといけないですね。早い夕飯ですねって。あ、そうなんです。めっちゃ早いですよ。DJ さん、バンテリン、バンテリンでね、サインは難しいんですよ。時間帯的に。皆さんが入る前にね、練習終わっちゃうんでね。オールスター、ケンタ君いるからいいね。ケンタ君って誰だ、ポミオさん、オールスター、私もオールスターで福岡います。うわー、いいな、ポミオさん。マテウスさん、怪我しちゃいましたね。スイさん、シュンとはバッティングの方に2割8分って言った時期やってみたい。いやー、だって高校の時めっちゃバッティング良かったですよ。ひとつまさん、みつまさん、社会人チームのコーチになられておめでとうございます。ありがとうございます。来年からのね、指導になるんで、今はね、選手集めっていうところですね。スーさん、美少女の写真見返してたら、三妻さんたくさん、写真たくさん出てきた。よく絡んでたんでね、同級生だしね。ファーストとピッチャーでよく声かけてもらったんでね。そういやね、あったな。ちょっと俺も見返そう。ファン投票中日だけど、丸選手に言っちゃった。何してんすか。早津さん、富山さん、オールスター当選おめでとうございます。いやー、オールスター見たい。TJ さん、三妻さんが代々出された時の解説の方が、当てることしか考えてなかったでしょうって言ってたんですけど、あの時、なんて思ってたんですか。当てるというか、ヒット打ってやろうと思ってました。モエドラさん、玉本さんはラジオで第2弾あるかもって言ってました。あー、トレードですか。あるかもしれないですね。鈴木ブルーム。今日は82点取ったチームありましたね。本当ですか。それ知らないの。辻さん、監督推薦は小林、柳、あー、清水、あー、いい線いってるな。辻さん、岡林、柳、清水ですね。小林さん、岡林選手は高校時代守ると外野でした。小林さん、インスタですか。そうです、インスタで今作ろうとしてますんで、まだね、出来上がってないんで、できたら皆さんに告知しますんで、ぜひお願いしますね。いや、30分もちょっとコメントに時間がかかっちゃった。じゃあ、やっと本題来たなと思います。トレード、石岡がね、つい最近トレード、オリックスと後藤俊太とトレードっていうことでね、ね、俊太もね、僕ね、群馬県の同じ出身で、現にね、ご飯はプロ入ってから1回かな。でも、試合、ファームでね、試合あるたびにね、よくね、俊太と喋って、おうって感じで、調子どうみたいな話をしてて、で、高校時代も知ってますし、石岡もね、同期の仲いいのでね、
でも、石岡の、トレードされてから即ね、その日に、解禁、その日に登録、そして次の日にお立ち台っていうところを見るとね、あいつめちゃめちゃなんでしょう、地元の球団だし、嬉しくて、喜び爆発させてるなって感じでしたね。本当トレード決まった時は LINE しておめでとうって言って、いや、残念とかじゃないんですよ、今のね、時代トレードとかって。おめでとうなんですよ。なんでおめでとうかっていうと、石岡もだって3、1軍でね、今年ね、3割近く残してたのに2軍落ちがあったじゃないですか。それなぜかっていうと、ビシエドがちょっと復活したからですよ。さすがにビシエドにはね、石岡勝てないですよ、そりゃ。あんな守備の良さと、生まれ持った筋力があって。それ勝てないです、あと信頼度も高くてね。ってなると、じゃあ、石岡がいくら3割8分だろうが4割打ってようが、やっぱりね、スタメン落ちするわけですよ。それあったらもったいないですよね。そんだけいい、調子いい選手。で、足も速いし、あいつ。ってなったら、それこそね、オリックスが欲しいって言うんであれば、オリックス行って、で、その調子いいね、まま行った方が、オリックスのためにもなるし、あいつの野球人生のためにもなる。そしてね、リアルな話になっちゃうけど、それはね、オリックスで一軍で試合出て、打った方が、それはお金になるんですよ。お金になるというか、もう給料上がりますよ。ね、ビシエドがいて、なかなか、ダイソー代打でしか、ドラゴンズでは、出れないってなった時に、やっぱりね、そんな評価は高くないんですよ。スタメンではね、と。ね、代打でね、サヨナラ打ったとかって言うと評価高いかもしれないですけどね、やっぱり出てなんぼなんでね、プロ野球ってね。で、一生懸命欲しいって言われて行ったんでね、あいつはね、本当にね、調子いい時に行けて、本当にタイミング良かったかなと思います。調子悪い時にね、トレードで行ってしまうとね、あれなんだ、こんな感じかと思われて、そこからまた2軍とかあるかもしれないんでね。石岡は本当ね、いいタイミングで行って、すぐすぐチャンスをものにして、しかも2安打打って、お立ち台立って初めてね、お立ち台立って、しかも地元じゃないですか。あいつね、神戸出身なんでね、めちゃくちゃ嬉しかったと思いますよ。で、ね、大忙しだったと思うんですけども、引っ越しもあるし、ユニフォームも届かず、バタバタしてたと思うんですけど、僕はね、LINE したらそれも返してくれて、めちゃめちゃいいやつなんですよね。で、さらにね、もう一個ね、めっちゃいいやつエピソードしますね。これはね、絶対どのね、ニュースでも流れない、どんな解説者も知らない石岡のいい人エピソード。あいつね、僕は結婚式に来てくれて、それは同期と同級生呼んだんですけど、ドラゴンズの。二次会のね、余興をやってくれたんですよ、あいつが。で、余興をやってくれたんですけど、一週間ぐらい前、式の、LINE 来たんですよね。すいません、こんなプライベートな話。LINE 来て、みつま、余興やらせて決まってんの？って言われて、いや、余興決まってなくて、二次会とかは、それこそドラゴンズの人とか、ね、俺の地元の人とか、奥さんの人とか、まあ、楽しくお酒飲みながら会話できればいいかなって言ってて、みつまそう、もし、余興とか、本当に頼みたいんであれば、準備があるから早めに行ってくれよって言われて、一生懸命やってくれんのって言ったら、まあ、言ってくれたら、やるけどねって感じだったんですけど、でもまあ、ね、いろいろ準備できてないし、俺らもバタバタできちゃったから、まあ、二次会を楽しくね、会食でいいやって、ありがとうって言ったら、おうって言って、まあね、二次会では余興がないような状態だったんですけども、いざこう、自分らでね、考えてよくあるじゃないですか。ゲームするとか。ね、お互いの新郎新婦の友人同士でこうゲームするみたいなね。そういうのやってたんですけども、やってたらいきなりね、石岡がね、余興始めたんですよ、一人で。僕とね、同期のね、吉田修って言ったんですけど、ドラゴンズの育成だったね。と、二人でね、なんかね、前もってね、裏でね、打ち合わせしてたみたいで、余興のね、僕が一切頼んだよね、サプライズ余興して、いきなり。それがね、マジ面白くて、もう、皆さんもう、びっくりしすぎて、普通だったら余興なんか石岡やるらしいよ、みたいな感じで、ドラゴンの人もさ、こう待ち構えるじゃないですか。石岡どんな野球やんの？みたいな。って思うんですけども、ほんと誰にもドラゴンの人にも言ってなくて、パッと抜けて、吉田シュート、助走してきて、ゴリゴリマッチョが もうめちゃめちゃ余興やってくれて、もう大盛り上がると、二次会は。で、じゃあ、まあね、結婚式って二次会、三次会ってあるじゃないですか。もうこれで僕ね、結婚式ね、コロナの前だったんで、全然もうマスクとかもないし、コロナ誰一人ね、コロナっていうワードがなかったんでね、もうね、ワンやワン、てんやワンやじゃないですけども、盛り上がってて、名古屋で。じゃあもう、結婚式って5次会ぐらいまであるじゃないですか。じゃあ3次会行くぞと。
で、三次会行った時に、もう石岡もね、もう、ありがとうなって、余興やってくれてって、いや、俺そんなの頼んでないのにって言ったら、いや、お前、振りかと思ったわとか言われて、いやいや、振りとか言いながら、お前、絶対お前、自分でやりたかっただけでしょ、つったら、ちょっとな、とか言って、俺、ああいうの好きやねん、とか言って、あ、マジ、それはもう嬉しかったわって言って、じゃあ移動するぞってみんなで移動した時に、あいつ助走してたから、助走のまんま移動して、もう186センチぐらいのゴリゴリマッチョが、街でめちゃ目立つ、あの栄のね、飲食店に移動するぞっていう時にね、なんか外人みたいな、このね、金髪ね、パーマみたいな、こんな長いのね、あの、カツラかぶってメイクして口紅塗ってね、栄のど真ん中をみんなで歩くわけですよ、ドラゴンズのみんなと。でね、周りの人もね、あの人らドラゴンズの集団だみたいになってたわけですよ。そしたら石岡が一人で石岡とね、吉田修が変装してたから、もうみんな、誰みたいな、あれ誰みたいなっていうのやってて、本当にね、面白い人で、根っからの、何関西人って感じで、本当いいやつなんですよね、面白いしね。僕はめっちゃ好きでしょ、本当に。だから、遠征行ってもよくね、二人で飯もね、行ってたし、コロナ前とかね。なあ、やっぱり、一応この育成落ちてね、その、僕が育成経験してたんで、その辛い思いとかっていうのも話したりね、一応このプライベートの話もしたりね。それこそ僕の奥さんも一応このこと知ってるしっていうので、すごい仲良かったんでね、本当に、僕はね、活躍してくれて嬉しいなと思います。すいません、僕のプライベートなお話してしまって、僕がね、解説とかしちゃうとこういう話しちゃうんでね、ちょっとね、逸れてしまうんですけど、選手のね、プライベートを言ってしまうというね。なので僕はね、本当に石岡がトレードでオリックス行って地元の球団に行って活躍してくれて本当に良かったなと思います。皆さんもそう思いませんか？はい、じゃあ逆の立場の俊太なんですけども、俊太も何でしょう、今年はね、バッティングにいろいろ改良を加えて、吉田正尚じゃないですけど、やっぱりね、ネレイさんっていう、それこそ横浜にいるね、方なんですけども、こういう外国人的な体の使い方で打球を上げようっていう考え方の人で、で、フォーム変えてみましたね。で、あと、俊太、肩バリ強いのと、あと、守備範囲めっちゃ広いんで、ほんとね、守りのところではもう、文句なしなんで、ほんと期待できますね、足も速いんで。っていうところでね、その代わりドラゴンズもそういう選手多いので、結構争いになるかなと思うんですけども、それをね、レギュラー取れたらね、俊太もまたもう一花じゃないですけども、ガツンと、松葉さんもいるし、三ツ俣もいるし、ね、やりやすい環境だと思うんですよね、元オリックス選手がいますしね。なので、すぐ慣れるのかなと思いますね。俊太もね、群馬県の人間なので、まあ、愛知県はね、関西寄りではね、ありますけども、まだまだね、やりやすいのかなと思いますね。なんで期待ですね。僕はね、俊太ね、ドラゴンズで活躍してほしいし、もしね、僕がもう1年でも長くできたら、一緒にね、プロでね、同じチームで野球できたなんて最高なことなかったんですよ。群馬県でね、僕の高校時代ね、俊太はね、群馬のイチローって言われても、もう飛び抜けた存在で、もう俊太にかなうやつはいなかったです。うん、本当にもうプロ、絶対行くのは俊太しかいねえ、みたいな言ってて。なんで、俊太と一緒に野球やりたかったなって、僕ね、高校時代ね、憧れだったんだね、ああいうスーパースターのね、高校野球選手って、僕はね、控えピッチャーだったんで、本当にね、日も当たらず、ブルペンいたり、素振りしたりなんてね、ばっかりだったんで、ああいうスーパースター憧れてたんでね、はい。というところで、俊太とね、石岡のトレード、石岡はね、ちょっとね、プライベートの話しちゃいましたけど、めっちゃいいやつなんで、今後ともね、皆さんね、ドラゴンズファンの方ですけども、オリックスの石岡はね、ドラゴンズ出身ですので、応援してもらったらなと思いますね。うん、はい。で、あとは オリックスさんでは、トレードがもう第一弾あるっていう、もう一回あるんじゃないかって噂なんです。京田がね、イグモチたちって言ってたんですけども、ね、トレードされるんじゃないかってね、ツイッターのトレンド入ったりもしてたらしいですけども、僕はね、ないと思うんですよね。ちょっとあんま詳しくないんですけども、あ、
そう、FA って今年取れないですよね、今日はもしかして。ってなって、でね、ネオもね、ネオがもしね、ショートやってるんであれば、ちょっと可能性あったかもしれないですけどね、ネオに本当にね、これからのドラゴンズを託すとか、ショート任すっていうならあるかもしれないですけど、ネオがね、ピッチャーに専念したってことでもう多分ね、さすがにね、ないと思いますね。京田は、トレードで2軍ではなくて、普通に再調整っていう形で僕、なんか上がってくるのは、それこそ2軍で頑張ってらっしゃる、調子がすごいいい、直道さんが上がってくるのかなと思って、普通にそういう、入れ替えかなと思いました。リュークはちょっとまだね、早いかもしれないので、直道さんが入ってショートやったり、ね、ユーティリティですので、いいのかなと思ってますね。さっきね、コメントにもありましたけども、平田さんのトレード、平田さんの契約はどうなんでしょう？よく僕、まだね、理解できてないんですけども、いつまであるんでしょうか？でも平田さんもね、ドラフト1位ですし、まだまだ最近もホームラン打ったね、動画回ってきてますし、肩も強いですし、それこそ平田さん外野いるからな、外野すごい激戦区だな。で、アリエルもいるじゃないですか。平田さんの取ってからね、取ってからの速さの強肩知ってます？すごいですからね。取ってから普通だったら岡林とかもね、こう下からね、振りかぶって投げて強い球投げますけど、平田さん取ってこっからキャッチャー投げで投げますからね。いやー、ドラゴンズとしても話したくないと思いますんで、絶対に平田さんもないかなと思いますね。あるとしたら、とりあえず第2弾があるとしたら中継ぎ行くと思います。中継ぎ2人ぐらいで野手1人取るかなっていう感じですね。パンチあるバッター。それこそね、他球団で頑張ってもらいたいなと思うのは、本当に今ドラゴンズね、ハマスタ見に行きましたけども、中継ぎ陣ピッチャーにめっちゃいいので、12回無失点で抑えたりね。ってなった時に、他球団くすぶって2軍で、ドラゴンズよりも他球団行って、ね、1軍でね、こう、出た方がいいなっていう選手のね、佐藤優とか同期のね、あいつも150キロ以上出ますし、カーブも投げれる。で、なんて言っても体柔らかいんで、球がね、もうすごいんですよ、この伸びがね、あいつね。あいつ、東北出身なんでね、楽天なんかとね、トレードしたらね、石岡の地元じゃないですけども、兵庫じゃないですけども、あいつもね、地元ね、宮城なのでね、楽天行って地元でね、活躍するのがね、やっぱり嬉しいかなと思います。愛知県出身の選手とかいないですか？いないか。楽天で右バッターで 打つ、井網選手とかっていないですかね。井網選手とか、慶応大学のね、とかとやったらやっぱりパンチャーのバッターでいいかなと思いますね。だから佐藤とかね、岡田さんもどうなんでしょう。岡田さんの FA は今年どうなんでしょうか。ね、そういうのもね、関わってきますからね。なかなかね、FA っていうのは単に誰と誰がいいかって言えることではなくて、契約とかも関わってきますんでね。いや、佐藤が楽天行って楽天とどっかってありそうだなと思ってて。あとは中継ぎの人でって考えたら また若い子になっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。まあ、夏いいかな。頑張ってほしいな、佐藤にも。っていうところなんで、もう第1弾あるっていうところで、京田はなしかなっていうところと、平田さんもなしかな。で、京田の代わりに上がるのは直道さんかなっていうところで、もう1弾あるとしたら、中継ぎと野手のトレードかなと思ってます。っていうトレード情報になります。皆さん、あとね、聞きたいトレード情報があったら、ぜひコメントを流してください。で、ちなみに僕、コメント全部返しと言ってますけども、コメントの量がもう半端じゃなさすぎて、今日返せるか分かんないです。すいません、本当に。でも今んところ全部ね、上からずらーっと読んできてるんでね。清流さんかな。皆さん、こんばんは。少しだけ見に来ました。ありがとうございます。岡林の起用法、岡林めっちゃいいじゃないですか。2番でね、もう確立されてるじゃないですか。足めっちゃ速いし。
DJ さん、水野さんで相手チームにサイン、相手チームの方がサイン要求されてあげますか？あー、マジですか。僕全然余裕で、あれですね、甲子園とか阪神ファンとかに普通に投げてますよ。うん、だってそれこそね、まあ投稿してないですけど、昨日ね、地域のね、野球少年たちと会う機会あって、その子がね、ベイスターズのね、サイン、なんかサインボール持ってたんですよ。だけどいいですかとか、いい、全然いいよ。逆に俺はドラゴンズって書いちゃっていいのみたいな言って、お願いしますみたいな感じなんで、全然僕は訳隔たりなくサインしてましたね。DJ さん、これ僕の顔。ゆきさん、トレード移籍選手はどんな感じで報告されるんですか？なんかいきなりね、朝行くとスーツでいるんですよね。どうしたってなったら、トレードだって言って、そんな感じですね。小林さん、わらわら優しい。DJ さん、本編入ろう。あ、本編入りました。やっと入りました。うん。林さん、番天に宮本さん、山崎さん、山子。うわ、すげえな。そんなサインもらえたんですか？僕も欲しいじゃないですか。めちゃめちゃ。DJ さん、トレードだったら僕、ビシエド坂本。いや、ないな。DJ さんと林さんのやりとりですね。シュンシュンさん、シュンタさん、今年の交流戦でバッケン見せてくれました。いや、シュンタ肩えぐいっす、マジで。ユミジさん、こんばんは。あ、お久しぶりですね。石岡大好きだったのにトレードされて悲しいですとか。いや、本人からしたらチャンスですよ。いや、間違いないです。でもチャンス生かしてるじゃないですか。応援しましょうよ。林さん、うん。あ、席のやつですね。小林さん、早くから決まってたのが背番号決まっているのかなってことで。いや、トレードって本当にいきなりらしいですよ。ジュリアさん、石岡君、オリックス会見のいい顔をされましたね。今、地元球団なんで、やっぱファンだったんじゃないですかね。あ、めぐみさん、滝野もいた、そうだ。滝野ね、滝野もいるから、外野めちゃめちゃいいですね。どうしたんでしょうか。練習に私服ではいたのですが。ん？練習に私服ではいたのですが。ちょっとよくわかんない。スーツさん、めっちゃいいやつ。小林さん、DJ 小林さん、坂本さんとビシエダはないですよね。うん、ビシエダはないな。引退までドラゴンズですね。ゆめじさん、強打が抹消されて、憶測で強打トレンド。いや、ないっすね。ないっすねって言っといて、あったら僕、ソース感くれますね。スーさん、そんな可愛い話。しかもシュート。ああ、そうそうそう。二次会の話ね。ゆめじさん、バーゲセン。投手がサインもらった人生初。うわー、いいっすね。サインとかね、やっぱ嬉しいっすよね。僕、小学校の時にね、サイン一回ももらったことないんですよね。プロ野球選手から。小林さん撮影しなかったの見たいなーみたいな。あー、あれか。二次会か。二次会ね、ちょっとさすがにプライベートで入りすぎてるんでね。出せないですね。結婚式は。クリンクラブさん、一生懸命いい人ですよね。一生懸命めっちゃいい人です。一応目ですね、ゴリマッチョっす。あいつマジゴリマッチョ。だからエヴァンゲリオンなんですからね。ジュリアさん、上層、そうそうそう、そう、スーさん、電車の中が上がってしまった。いや、ガチっす。化粧もしてたんすかね。アイシャドウバリバリ引いて、ね、外人のこの、ね、金髪のこのロングで、ね、普通に境歩いてたっていうね。小宮山さん、ゴリマッチョイン境、間違いないです。どこ、いつ頃もうだいぶ前ですよ。4年前とかの話ですよ。一応、ミルクさん、イメージしただけで爆笑、マジエグいっすよ。あいついいやつなんでね。でも根っからの関西人なんで、そういうことやってくるんで、もうほんとね、嬉しいですよね。めっちゃ踊ったりしました、ね。まあ内容は言えないですけど、めっちゃ爆笑。もう、みんな大声で笑ってました。考えただけで一応メイクさん爆笑ってことでね。めこみさん、石岡選手、冷たい言い方かもしれませんが、いい選手なのに割って入れないなら、新しい場所で活躍して、野球選手としてはいいですよね。いや、全然そうっすよ。全然もうトレードとか冷たいイメージは見てください。トレードはプラスですからね。いや、自分が生きる場所に移る、生きれる場所に移る、もう最高じゃないですか。めぐみさん楽しそうなので、ぜひ解説やってください。本当ですかね。プレーに集中できないで、僕はもうプライベートの話ばっかりしちゃって、選手のね。スーさん生き生きしてて本当によかったなと思う。間違いない。ジュニアさん、シュントさんイケメンです。あー、シュントイケメンですよね。結構ね、掘り深いしね。 DJ さん、オリックスの環境ならいいね。うん、ね、合う合わないとかってありますからね。合っててよかったですね。俊太さん、セイの打率が気になります。あ、ピッチャーのね、ぜひ調べてください。小林さん、外野からのストライクボール。うん、そうそうそう、俊太すごいです。 DJ コレクターさん、ん、偽物。俊太さん、宮部さん。あ、宮部さんね、宮部さん全然 見ないの最近。宮部さんは群馬県出身ですからね。
はい。松坂さん、ドラゴンズ出身は他球団行ったとしても応援します。いや、そうしてください、本当に。ぜひぜひ。ね、親心でね。修士さん、再来年です。あ、再来年か。じゃあまだ、全然あの、トレードないですよ。TJ さん、宮部さんは、現役、ユースケは、コーチ、モーヤはメキシコ。おん？なんだ？あの、松井さん。ね。久保さん、ごめん、私、ドラゴンズファンだけど、近鉄ファンからオリックスファンです。最高じゃないですか。ジゴミさん、打撃不振だから、ちゃんと調整だね。だよね。うん、そうだと思いますよ。もう一回やっとこうみたいな、ね、感じじゃないですか。そう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 。ビシエドはずっとドラゴンズですよ。早瀬さん、小林さん、今もオリックスファンですか？シューさん、平田さんは高橋。吉田部さん投げですもんね。あ、そう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 、コンパクトのね。モエドラさん、あ、ブライトのことですか、ケンタって。ケンタって誰かと思いました。ナミさん、いいニュースでもっとドラゴンズの選手の名前を聞くと嬉しいですよね。ぜひぜひ。僕もね、ありがたいことに結構ニュースにしてもらってんだよね。佐藤さん、あ、お話ですか。山竹さん、トシさんはどうですか、岡田さんどうですかって。うん、トシさんもなー、ないと思うな。だって左ピッチャードラゴンズいないですからね、長次でね。スーさん、同期愛しかない。同期はめちゃめちゃね、絆深いですからね。渡辺京さん、そう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 、長次の左ピッチャーがない。そうなんですよ、だからトシさんないかなって。ミキさん、石岡さん応援します。ぜひぜひ応援してください。ライバル多い方が刺激になるはずだからね。一応ミルクさん、うん、間違いない。小林さん、DJ コレクターさん、本人がずっとドラゴンドラゴンズ。ああ、そうですよ、そうですよ。ね、楽天だと鎌田君もありかな。いや、ピッチャーもういらないかな、俊俊さん。バッターかな。林さん、小林さん、マジですか、自分もオリックスファンに土日神戸見に行ってて、ラオウトウル。皆さん、いろんなとこ見に行ってる。っていう、こういうね、僕のライブを介してね、つながってもらえると嬉しいですね。K さん、左はどのチームも欲しがって。うん、左ピッチャーさんね、間違いない。シュンシュンさん、ウィーラー欲しい。ああ、ウィーラーいいね。桃崎さん、お疲れ様です。ウィーラーいいね。ウィーラーと、誰？佐藤とか？僕いたら僕言っちゃいたいな。マッキーさん、トレードは最近ポジティブなイメージになってきたと思います。いや、ほんとポジティブだと思いますよ。久米さん、FA、福田選手。外野になっちゃいますね、また。WN さん、佐藤が持ってほしいです。間違いないです。あ、ゆうさん、その T シャツ欲しい。もうこれは中止になっちゃってます。すいません。森田さん、後藤俊選手は加藤翔選手と被るような気がします。あ、間違いない。争いですね。チャンタロさん、マルク頑張れ。マルク頑張ってほしい。何してんだよ。未来、あ、まだ見てんだ。ありがとう。俊太も、あやつぐんもちろん覚えてる。うん、間違いないね。あやつぐん。あいつもね、高校時代ね、すごかったよね。WN さん、三葉さん、ハマスターの弟子にいました。会いたかったです。声かけてくださいよ。ドロドロさん、元選手って、トレードの基準ってファンが思っていることがどちらでありますか？ね、トレードに関しては全然わからないです。もうほんと上層部が決めてることなんで。エンジェルコードさん、今気づきましたってことで。え、今から来たんですか、エンジェルコードさん。遅いっすよ。ミキさん。強打選手なしで安心しました。ないと思います。ただ多分直美さんがあるのかなと思います。マッツン、小林さん、マッツンどうなんですかってことで、マッツン頑張ってほしいな。今年最終年、小3年目でしょ。頑張らないと。熊本さん、最近藤島頑張ってますよね。あ、確かに僕のね、あのお世話になってる人も藤島好きって言ってました。投げる姿ガッツある感じが好きだってました。美さん、松田投手も頑張ってほしいです。マッツンね、地元だしね。サウサさん、石岡は笠原と同じぐらいに優しさがしみ間違いない。笠原も石岡もめっちゃいい人が顔出てますもんね。ミキさん、マッツァンが、コロナで抹消になって、でもそれでね、チャンス得る人いるんで、ね、それこそ上田がそろそろ来るんじゃないですか。 IP やし、上田何してんだあいつは。本当にサウサさん、ハットバセイは上州弁ですけど、カットバセじゃなくて、僕ね、あんまりね、群馬弁かぶってない、あの、入ってないんですよね。小林さん、昔高校時代にタオさんのサインもらいました。すげえ。明日、笠原戦もなんですか。注目。
キミさん、俊太の守備力はバンテリンドームで生きてくる。うん、間違いない。あ、そう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 、秀村さんみたいな感じですね。うん、辰巳さんもそれイメージしてるんじゃないですか、秀村さんみたいな守備とかね、あの肩の強さとかね。ひろしさん、石岡のフルスイングテレビ見たことありますけど、すごい雰囲気。そうね、こう、あ、皆さんね、ワンポイント、石岡のフルスイング、誰をあの憧れとして、誰を目標としてやってると思いますか。ミスターフルスイングですよ。皆さん分かりますか、この一言で。小笠原道博さんはね、あのすごい崇拝してて、石岡は。小笠原さんが二軍監督の時にずっと二人でマンツーマンでね、練習してましたよ。あのフルスイングはね、ずっとね、継承されてますね。もうさ、昔、沖縄キャンプ行った時、サインもらわず、若狭さんのサインもらった。若狭さんのサインもらったんですか。ジュニアさん、マッツンは最後されると思いますか。マッツンね、ズバズバ結果出すか、150球投げるしかないですね。そう、サイコさん、ヒーローとすごかったですね。158球の生で見ちゃいましたね。初回に156球投げて、うわ、マックス更新したいなと思ったら、158までってね、やばかったです。ゆきさん、ベーブ・ルースター覚えてますか。あー、ベーブ・ルースターやばいっすね。あの、もう、網一枚、ファンと選手、この距離。シュノさん、ガッツ。あー、正解っす。インジェルコードさん、笠原が山場に入ってくれるとでかい。あと勝つの、そう、勝つのね。ケイさん、ガッツってことで、そう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 。エンジェルコードさん来ました。パミラさん、ガッツってことで、皆さんやっぱ分かるんだな。これで分かるんですね。ミスターフルスイングとね。マサさん、昨日石岡選手ヒーローインタビュー受けたみたいですね。まあちょっと感動しましたね、僕も。マミさん、ガッツさんってことで、そうそうそう。マッキーさん、若松さん、で、ちょ違うな。はい、全部コメント読み終わりました。ということでね、石岡のミスターフルスイングはね、あの小笠原道弘さんからね、継承されてますし、で、スワン号もね、もちろんそうだったと思いますしね、最初入団した時のね。でね、00番をね、引き継いでね、オリックスで頑張るってことだったんで、ぜひね、あの石岡に LINE してね、試合応援行かせてよって言ったらね、おい見に来いよって言ってたんでね、自信に満ち溢れてると思うんでね、ぜひパ・リーグの球場にね、招待してもらいたいなと思います。はい。皆さん、ちょっとね、今日はね、1時間ほど喋っちゃいましたがね、来ていただきありがとうございます。前回ね、僕が現地ね、浜崎に行った時にちょっとね、興奮してしまって、ライブのことがすっかり忘れてしまったので、飛ばしてしまいましたが、浜崎ね、すごい面白かったですね。ほんと綺麗だったし、夏だったし、花火もあったし、ブルーライトデーもあったし、なんかね、雰囲気めっちゃ良かったんだよな。あと BGM とかも音でかいし、まあ、最高だったんですよ。僕の選手としてもね、ハマスタの雰囲気好きだったんで、めちゃめちゃね、楽しかったですね。で、あと大塚さんと喋れたっていうのとね、裏方の方ともね、喋れたしね、で、最高でしたね、ハマスタ。あとね、毎回ね、イニング途中にね、イベントがあるんですよね。あのでっかい人形のね、グローブの中にね、あのファンのね、選ばれた人が3球連チャンで入れることができたら、このレモンサワーが普通のね、サイズからビッグサイズ無料みたいな、5回まで無料って言ったら、みんなドワーって言って、みんな長蛇の列で、そのね、ブルーレモンサワーとブルージントニックっていう、そのブルーデーっていうね、その3日間のね、特徴のある飲み物なんですけど、それをね、普通サイズからビッグサイズが無料って言って、それもみんなありがたいですよね。とか、あとダンスもありましたし、バズーカもあったりね。いや、すんごい楽しめたなと思って、むしろね、あえてね、子供と行ってね、子供がめっちゃ楽しんでたのが良かったなと思って、野球見てて、パパ野球だよって言って、こうメガホン持ってて、僕のね、あのなんかドラゴンズ時代のね、あれ持ってポン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 とか言って、ずっとこうやってポン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 って応援してて、わー野球好きなんかなと思ってて、うん。で、あとね、暗くなって5回になるとこういうのもあって、あと試合終わりのコンサートね、あの人来てましたよ、あのドライフラワーの、誰だっけ、ユーリ。いや、あんなビッグアーティスト来るんだと思って、だからすごいなと思います。すごいお金かけてんなって。あと皆さん、これね、ハマスタね、行ったことない人わかんないと思うんですけど、安明といえばね、あの登場曲、トゥルルルルルってやって、みんなこうやってチャッ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 、トゥルルルルルってやるじゃないですか。普通だったらみんな、やっすー、聞いてるんですけど、あんまりね、コロナの関係で声出せないから、ドゥルルルルルってやるじゃないですか。で、みんな手拍子しながら、
本当はこうやってるんですよね、タオルとかで、やーすー、あーきーってやりたいんですけどね。でもできないから、ハマスタのね、フェンスの上にこうやってビジョンがね、こうビューっと細長いのがある。そこに、やすあきーってこうね、英語であって、その文字が、こうやってトゥルルルルに合わせて、こうやってね、ジャンプしてるんですよ。で、流れてるんですよ。トゥルルルルル、トゥルトゥルトゥルルル、トゥルルトゥル、みたいな。で、みんながこうやってできないから、文字がこうやって動いてて、うわ、そういう映像センスもすごいあるなと思って。声出せないけど楽しかったなと思いましたね。うん。ってことで皆さんね、ぜひ僕またね、何でしょう、ハマスタ行きたいなと思ってるんで、ぜひ現地になったらね、で、何人の方とね、何人かの方と、ね、写真も、ね、撮らせてもらったり、それこそね、誰だか、ミスマ T シャツの青をね、着てる方がね、3人いらっしゃったのでね、声かけていただいて、と言って、ありがとうございますって言って、一緒に写真撮りましょうって言って撮らせてもらったりっていうのもあったんで、ぜひね、皆さんとね、現地でね、お会いもしたいです。で、このね、いつもコメントしてくださってる方がね、この中でね、お話ししてるのがものすごくありがたいですし、その方々をね、引き合わせるのも僕のね、仕事かなと思うので、それをね、ぜひね、三つ間農園のね、企画としてね、もし集まれることがあったら、ちょっとコロナが収まってね、集まれることがあったら、それで集まって、皆さんのコミュニティもね、広げていきたいです。僕のコミュニティもね、広げていきたいので、ぜひともこれからもよろしくお願いします。はい。一旦ね、ちょっとね、コメントね、バーっとまたね、流れているんですけども、一回ね、読めたところでね、今日は終了させてもらいます。ということで、今日もね、トレードのお話、させていただきました。石岡、後藤俊太、そして強打はない、ということと、平田さんもないっていうこと、僕は言い切ります。はい。ということで、あるとしたら、長継ぎと野手かなっていうところで、こんなにもね、現地で応援するの楽しいなっていうのはね、僕はね、初めてね、感じれました。ということで皆さん、今日は最後までお聞きいただきありがとうございました。また、木曜日、ぜひ野球について、いろんなことについてお話ししましょう。ありがとうございました。おやすみなさい。